皆さんこんにちは、くるみです。今日は久しぶりに格闘技以外のなんか動画を撮ろうかなって思ってまして、もうすぐバレンタインなので、ちょっとバレンタインを作ろうかなと思っています。って言っても、バレンタインはしばらく、最後いつ作ったかな、ちょっと忘れちゃって、去年作ったかな。なんか割と毎年ていちゃんとかで作ったり、なんかそういう行事ごとは好きなんで、ただ作るだけ作ったりとかしてるんですけど、ちょっと今年もバレンタイン作っていこうと思うんですけど、ちょっとその様子を動画でやってみようと思います。今年は何を作ろうかなって考えて、ちょっとなんかちっちゃいカップケーキみたいなやつと、あとはいちごが好きなので、ちょっといちごのチョコ、ちょっと自分が食べたいんですけど、なんかいちごにチョコつけたやつみたいなのを作ろうかなと思ってます。ちょっと今撮影終わりなんで、髪がなんか変なんだけど、ちょっとなんかここすごいシャキンってしてない。まあいいや、ちょっと作っていこうと思います。ちなみにバレンタインの思い出はね、あんまり普段ないんだけど、高校生ぐらいの時に、じゃあ中学校3年生とか、その当時の彼氏にバレンタインを作りまして、バレンタインのチョコをプレゼントしようとしてたんだけど、その彼が結構モテる人で、学校で中学校2年生だったかな、来るで、彼氏は中学校3年生で、まあ、その彼氏は結構モテる人で、いっぱいバレンタインチョコをもらってくるわけですよ。で、私はそのなんか結構やきもち焼きなんで、なんでくるみ以外の人からバレンタインチョコもらうのと思って、そこはなんか彼女いるから、ちょっとバレンタインチョコもらえないわでいいじゃんと思って、何なんだよって思って、すごい喧嘩したっていうか、一人で怒って、作ったチョコを外に投げてもうすごい衝動的な感じで外に投げて、しかもその時中学生だってペアリングみたいなのもらってたんですけど、そのペアリングも一緒に外に投げてもうそういうなんかちょっとハードな思い出がありますね。で、北海道なんで、来る地元が冬、その北海道の雪の中を、その当時の親友が一生懸命雪の中を、まあ、ペアリングだけは絶対に見つけた方がいいって言って、ペアリングを雪の中探しに行ってくれて、で、すごいよ、雪の中なのにペアリング見つかったの。結構遠い距離に投げたはずなのに見つかって、もうでもそれどっか行ったね動画は全然関係ないんだけど、この味つけのり知ってる？これどこだっけ、徳島だっけ、どっかの味付けのりなんだけど、世界で一番美味しいです。もう本当に大好きで、あれなんかアゼルバイジャン行く前の日に友達ん家にたまたま会って、でなんか、あ、日本食恋しくなりそうだから、くるみこれ持って帰ればって言われて持って帰って、そしたらその友達ん家のマンションのエレベーター降りる頃にはもう全部なくなってて、食べちゃった、歩きながら食べてた、美味しすぎてほんととんでもないよね。これバレンタインを作ってる動画なんだけどさ、そうじゃなくて一人で喋ってる動画で手元が全然映んないね。いいな、昔のさ、きっとバレンタインとかってさ、学生、昔のっていうか今の学生の子もなのかな、なんか靴箱に手紙とかチョコとか入れたりするのかな。靴箱にチョコって不衛生か。でもなんか下駄箱にいっぱいチョコレートがあってみたいな、よくテレビで見るよね。いちごちゃーん、いやー、いちご大好き、大好き。これはケーキと、ケーキの間にちょっと入れたりとか、あとはまあそのいちごチョコを作ろうかなーと思ってます。チョコもいい感じに溶けてきたね。そんで生クリームをちょっと温めて、チョコに溶かすんですけど、生クリームの量は適当です基本私は料理の量は適当なので、ま
まあ大切なのは愛情ですから、はい、美味しくなれ。でもなんかその今更ながらって言うんだろう、なんか思ったんだけど、もしかしたら自分ってすごいやきもち焼きなのかもしれないって気づいて、さっきのさバレンタインのあのチョコを捨てた話とあれするんだけど、なんかもしかすると自分って結構なんかそういうなんか他の人とか嫌なのかな、やきもち焼きなのかな。なんかめんどく大人になってから今はもう全然恋愛したくないモードなんであれなんですけど、なんか大人になってから、はい、こう自分の情緒を安定させてくれない人と付き合うのってすごい無意味だし、なんか嫌だなと思って、なんかどうせなら一緒にいて安心して信頼できる人と一緒にいたいなって思うしさ、何でも話せるような、なんか不安に思ったりとか心配したりとか、なんかそういうのにドキドキする年もあったんだけど、今はなんかそういうのよりも安心感をくれる人といたい。そりゃそうだよね、私も大人だし。でもかなり本当に恋愛観に変化はかなり大きくありましたね。生クリームって美味しい。もうこのままで飲める。うまー。生クリームって美味しいかも。ちょっとこれをこういきたいけど、ちょっとまだ使うかもしれないから、もう使い終わったらちょっといくかもしれないです。ちょっと生地の方もできたので、ケーキの方も作っていこうと思います。ケーキの方の生クリームは立てるのがちょっとだるいんで、このラクラクホイップを使います。これ大好きでさ、こういきたいんだけどちょっと我慢すわ。あのさ、工程の動画はないかーって感じかもしれないんですけど、それはないんですよ。なんでかっていうと、手が2つしかないから。携帯を今置くやつになんか置いてるんですけど、ちょっとその三脚みたいな感じじゃないと不安定で。完成しました。さっき自分でこの作ったケーキ食べた時ちょっと甘すぎる気がしたんで、いちご多めで、いちごとスポンジ多めにしました。うん、なんかトリュフも作っちゃった。ちょっと作ったトリュフも食べてみます。いただきます。すごい、手作りましたって感じ。いただきます。ビビでございます。そしてこのいちごチョコも食べてみます。いただきます。やっぱさ、いちごとチョコって一生合うね。おいしい。でもやっぱ来る相手がいるとなおいいですね。自分に向けたバレンタインとか、はい、ということでこんな感じです。私のバレンタインサムネ、ちょっと本当に好きなことしていい？はい、ということで次の動画はきっとライジンランドマーク佐賀大会の注目ポイントをまたやろうかなと思ってます。はい、では皆さん楽しいバレンタインお過ごしください。バイバーイ。